皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ドラゴンクエスト5ラストパート続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回のプレイから、やや時間がまた経過しておりますが、実況していきたいと思います。最初に、お詫びをさせていただきたいと思います。ずっとまあプレイしていたわけですが、レベルを張り切って上げすぎて誤って上書きしてしまって、大事な大事なイベントが、見れなくなってしまうというアクシデントが起こってしまいました。大変申し訳ございません。あとはボスに行くだけという状況に今現在なっております。マーサとパパスのイベントがちょっと消えてしまって大変申し訳ございません。データ残しとけって感じですけど、めげずにやっていきたいと思います。お若いの、ここにこのような町があって驚いたであろう。この町を取り囲んでいる水はマーサ様が表の国から持ってきた聖なる水。マーサ様はこの町の救いの主なのだ。おや、見かけない顔だね。まさか表の世界から来たとか？いや、そんなことがあるはずないよ。あんたもきっとマーサ様のお力で邪悪な心を改心させてもらったね。早く立派な人間におなりを。私はこう見えても昔は悪魔神官だったんだよ。おお。あの頃は毎日が戦いと裏切りの連続で、でもマーサ様のおかげで今ではすっかり人柄も丸くなってね。ほら、こんなに太ってしまったんだよ。大マーサ様はいつまで大魔王を抑えていられるだろうか。マーサ様の命の灯火が次第に小さくなっていくのが私にはわかります。あ、誰か早く何とかしなければ。わいわい、僕人間になれたよ。お友達のスラ太郎くんも早くなれるといいのにな。いきぃでは先には進めておりますが、一応順番通り道をたどっていきましょう。ましたねー。夏は宝箱を開けた。エルバトラー。
なんとオリハルコンの牙を見つけた。夏はオリハルコンの牙を手に入れた。マスター、ついにここまで来たか。伝説の勇者とその一族の者たちよ。私が誰であるか、そなたたちにはすでに分かっておろう。魔界の王にして、王の中の王、ミルドラーストは私のことだ。日が遠くなるような長い年月を経て、私の存在はすでに神をも超えた。もはや、神の封印を解くのに、エルヘブンの民の力などいらぬわ。さあ来るがよい。私が魔王のオータル。さあ来るがよい。私が魔王のオータル、ゆえんを見せてやろう。ミドラースが現れた。さあどうしましょう。押しました。さすがだな、伝説の勇者とその一族の者たちよ。しかし不幸なことだ。生地強いばかりに私の本当の恐ろしさを見ることになるとは。泣くがいい、叫ぶがいい。その苦しむ姿が私への何よりの捧げ物なのだ。勇者などというたわけった すいません血筋を、私が今ここで断ち切ってやろう。出ましたね。原型です。うわー、まがまがしい。こんなんだったかな。倒しました。
我が名はミドラース。魔界の王にして王の中の王と、その私が破れるとは。もっと綺麗ですね。我が名はマスタードラゴン。世界のすべてを統治する者なり。伝説の勇者テトーとその父ナツ、そしてその一族の者たちを、そなたらの働きで世界に再び平和が訪れた。心から礼を言うぞ。と、堅苦しいことはなしにしよう。私も長く人間をやったせいか、こういう言葉遣いは疲れてしまうのだよ。マスタードラゴン様。あはっはっは。まあ、良いではないか。さて、夏よ。地上では懐かしい、すみません。地上では懐かしい人々がそなたらの帰りを待っていることだろう。私がそなたらを送り届けてやろう。久しぶりに人間界も見てみたいしな。では、一足先に外で待っておるぞ。世界が平和になった途端、これだものな。いやはや、マスタードラゴン様は何を考えているのやら。まさか、プサンとかいう人間に戻ってしまうおつもりではないだろうな。この度は本当にありがとうございました。さあ、マスタードラゴン様がお持ち金でございます。ああ、忙しい。新しい歴史にあなた方のことを書き加えなくちゃ。ほら、地上の人々が世界の平和をあんなに喜び合っています。すべてはあなたたちのおかげですわ。わしじゃよ。暖炉の中にいた老人じゃよ。おはんらはすごいのう。わしは見直したぞ。ありがとうございました。あなた方のことはここで永遠に語り継がれていくでしょう。私の友達のベラがあなたたちによろしくって言ってたわよ。くるりんくるりん、世界に平和が戻りました。お、やっと来たか。さあ、私の背中に乗りなさい。しっかり捕まっているのだぞ。すみません。しっかり捕まっているのだぞ。そうですか。では、ただ一度きりとはいえ、マーサ様に会ったのですね。マーサ様のその時の嬉しそうな顔が目に浮かぶようです。夏、あなたの母上、マーサ様を私たちはとても誇りに思います。マーサ様はこれからもきっとあなたたちの心の中で生き続けていくことでしょう。しかし驚いたなぁ。夏の息子が伝説の勇者だったとは。ゾンビが鷹を産むとはこのことだったか。まあ、あなたったらそんなことを言うとビアンカさんに悪いですわ。おっと、そうだったな。まったくビアンカさんは夏には過ぎた奥さんだ。とにかく世界が平和になり、我がラインハットの国民たちも大喜びだよ。俺も夏の友人として鼻が高いぞ。お前とは本当に長い付き合いだったな。これからも仲良くしていこうな。
ムーンテトは伝説の勇者だったのか、偉いんだな。なんだったら本当に俺の子分にしてやってもいいぞ。これは主要人物だけに話しかければいいのかな。この度は世界を救ってくださって本当にありがとうございました。ラインハットの王として国民を代表し心からお礼を言います。夏さん、いえ、グランバニアの夏王、本当はもっとお引き留めしたいところですが、さぞかしグランバニアではあなたの帰りを待っていることでしょう。どうかお気をつけて。ようこそお帰りなさい、サンタローズの村に。夏さん、あなたがパパスさんとこの村から出かけていった日、あの日のことをつい昨日のことのように覚えています。まさかあの日以来二人とも帰らなくなるなど誰が思ったでしょうか。しかし今あなた方はこうして帰ってきてくれました。しかも世界平和というお土産まで持って。わーい、嬉しいな、夏が帰ってきた、わーいわーい。相変わらずですね。わはは、いやー、愉快愉快。魔王の王を倒し、世界に平和を取り戻してくれるとはな。さすが夏とその子供たちじゃ、わしが見込んだだけのことはあるな。これであの時フローラと結婚していればと思うが、それは言うまい。ともかく今日ほど嬉しい日はないぞ。いやー、愉快愉快。夏さんの息子さんが伝説の勇者だったなんて、本当におろ、すみません。本当に驚いて、言えない。本当に驚いてしまいましたわ。きっと、夏さんとビアンカさんは結ばれる運命でしたのね。本当にありがとうございました。夏さん、ビアンカさん、それにお二人のお子たち、どうかいつまでも仲良くお幸せに。いや、夏さん、あなたたちはやはりすごい人たちだったんですね。そんなすごい人と時であれフローラのことで競い合ったなんて、なんだかますます自分に自信が持てたような気がします。そうかいそうかい、魔王、魔界の王をやっつけてしまったのか。それはともかく夏たち親子4人がこうしてわしに会いに来てくれたんだ。こんなに嬉しいことはないぞ。積もる話もあるし、今日くらいはゆっくりしていけるだろう、いけるんだろう。それがお父さん。なんだって、グランバニアでは人々が夏の帰りを待ちわびてる？そうか、夏はグランバニアの王様だったな。よし、わかった。夏、早くグランバニアに帰ってあげるといいぞ。父さん、また会いに来るからね。会いに来るのはいいが、夏と喧嘩して家出してくるわけじゃないよ。わっはっは。
お、坊ちゃん、いえ、夏をお帰りなさいませ。この度のご活躍、この山頂どれほど嬉しかったことか。この昔、先代パパス王とまだ赤ん坊だった夏王を連れてこの城を出たとき、まさかこんな日が来ようとは夢にも、さあ、夏王、皆が待ちかねていますぞ。どこからともなく不思議な声が聞こえる。見てください、あなた、子供たちのあの幸せそうな顔を。ああ、見ているとも。私たちの子供は私たちが叶えられなかった夢を叶えてくれたようだ。さあ、こっちへおいで。はい、あなた、もう、ま、すいません。マサとパパスですね。
感想でございます。ドラゴンクエスト5天空の花嫁の実況はこれにて終了でございます。さて、今回初のドラクエ実況ということで長期にわたってお送りしてきました。内容がとても重く、幼少期から青年期まで主人公が波乱万丈、とても苦労人だなぁと切々と感じる、そんな作品でございました。最後の最後でやらかしてしまいまして誠に申し訳ございませんでした。シナリオ、音楽ともども申し分ない仕上がりで、懐かしい波乱の展開に目が離せませんでした。ものすごく楽しんでプレイすることができました。皆様はいかがでしたでしょうか。さて、こんなぐだり動画ではございましたが、ここまでお付き合いくださって心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。次回の実況はスーパーファミコンのブレスオブファイアを予定してございます。お楽しみに。さて、次回の実況でまたお会いいたしましょう。それではこの辺で失礼いたしまーす。